エーブラハムリン・カーンは、アメリカ海軍の原子力潜水艦、ジョージ・ワシントン級原子力潜水艦の5番艦。艦名は、エーブラハムリン・カーンにちなむ。エーブラハムリン・カーンの建造は1958年7月30日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に発注され、1958年11月1日に寄港した。 1960年5月14日に、マリーエルベック・ウィズ夫人によって浸水し、1961年3月8日に、ブルーハン・艦長レオナード・アーブ・中佐ーサ及び、ゴールド・ハン・艦長ドナルド・ M ミラー・中佐の指揮下、収益した。エイブラハム・リン・カーンは1961年3月20日に、収益後の成長及び兵器試験のため、フロリダ州ケープ・カナベラルへ向かい、6月1日に、 ポーツマスに帰還すると成長後の信頼性試験に入った。ポーツマスを7月17日に出航し、再びケープカナベラルで試験を行った後、サウスカロライナ州チャールストンに向かう。リンカーンは8月28日に第14潜水セ隊の1ユニットとして出航し、スコットランドのホーリー・ロッホに10月に到着した。11月は潜水母艦プロテウスの横で補修を受け、 作業が完了すると、最初の戦略抑止紹介を始める。エイブラハム・リンカーンは続く4年にわたってホーリー・ロッホを拠点として活動した。リンカーンはホーリー・ロッホでプロテウス、またはハンリーから維持補修を受け、紹介を行った。1962年10月に、キューバ危機が発生し、4週間の維持期間途中にあった。リンカーンは展開の指令を受ける。 リンカーンは直ちに出港し65日間の巡航を行った。1965年10月13日にコネチカット州クロトンに到着し、オーバーホール及び燃料補給のため10月25日にエレクトリックボートのドックに入る。作業は1967年6月3日に完了し、リンカーンはホーリー・ロッホに帰還、紹介任務を再開する。 リンカーンは1972年まで紹介と、サイモン・レイク及びカノープスによる補修を交互に行った。1972年3月にリンカーンは、本国への帰途につき、4月25日にニューロンドン海軍潜水艦基地に到着する。乗組員の家族を乗せた2度の巡航を行った後、リンカーンは5月19日に、太平洋艦隊に合流するため西海岸へ向かう。 フロリダ州フォートローダーデールで停泊した後、6月1日にパナマ運河を通過し、ワシントン州バンゴールに向かい、ミサイルを降ろすと、カリフォルニア州サンフランシスコに向かう。6月25日にリンカーンは、バレーホノメア,アイランド海軍造船所入りし、オーバーホールと燃料補給を行う。後半オーバーホールは1973年12月に完了した。ピュージェットサウンドび、 サンディエゴ海域での成長後リンカーンは1974年6月1日にパナマ運河を通過する。フロリダ州ケープカナベラル及びサウスカロライナ州チャールストンで試験を行った後、7月26日に再びパナマ運河を通過し、新たな母港のハワイ州真珠湾に向かう。真珠湾には9月10日に到着した。続いて前線基地のグアムに向かい、 10月18日に到着する。リンカーンはグアムからマリアナ諸島で戦略抑止紹介を行った。続く4年にわたってグアムを拠点として活動し多くの試験、演習を行った。1977年にリンカーンは50回の戦略抑止紹介を完了した最初の弾道ミサイル潜水艦となった。 エイブラハムリンカーンは1979年10月に最後の紹介を終えて10月30日にワンゴールでミサイルを下ろした。退役に備えた不活性化オーバーホールは1980年から81年にかけて行われ、エイブラハムリンカーンは1981年2月28日に退役1982年12月1日に除籍された。 リンカーンは1994年5月10日にピュージェットサウンド海軍交渉で原子力艦再利用プログラムに従って解体された。ありがとうございます。